四谷学院は1974年に創業したブレーンバンク株式会社が経営する日本の予備校。本部は東京都新宿区四谷。創業時は英語の才能開発、数学の才能開発を制作、販売。英語の才能開発は東京都の推薦教材となる。その後、教材作成だけでなく個別指導の教室を開校。並行して、 大験コースがスタート、さらに大学受験コースを設置している。また、各種の資格対策講座も通信形式で開講するなど、多角化を図っている。大学受験予備校のほか、小中学生の個別指導塾や高人取得を目指す、高卒認定試験コース、大学生、社会人向けの資格取得の通信講座、障害を持つ児童に対する療育プログラムなどを運営している。 学習システムは科目別能力別クラス授業と55段階個別指導から構成される。キャッチコピーはなんで私が東大に首都圏、関西を中心に25教室を展開している個別指導教室。受講形態は1対1、1対2から選ぶことができ、講師はプロ講師か学生講師を選ぶことができる。指導は 間仕切りで仕切られたブース式の教室で行う。小学生コース、中学生コースでは各学年ごとに習得すべき内容を100項目に細分化して一つ一つの習得度を確認する55段階プログラムを利用することができる。高校生、大学受験コースでは予備校部門で使われている55段階個別指導の教材を利用することができる。 高卒認定試験の合格を目指す通学コース、四谷校で開校されている。1年以内で全科目合格することを掲げており、出席率が9割以上で1年間で合格できなかった場合は、次回試験までの学費を免除する合格保障制度を導入している。また高卒認定試験取得者に対し、取得後1年半の期間で大学受験を目指す。 高人からの大学受験コースが併設されている。大学生、社会人向けの資格取得講座や大学院の入試対策講座などの通信講座。多くの講座でスモールステップごとに学習を進めることのできる55段階学習プログラムが採用されている。四谷学院通信講座が運営する子どもの発達を支援し、同時に家族をサポートする療育プログラム。 自閉症児と健常児の混合教育で実績を持つ、学校法人武蔵野東学園の協力のもと、子もの発達段階に応じて、家庭で取り組める学習システムを提供している。看護師国家試験対策のためのコース。年間を通して、授業を行う日曜コースのほか、春季講習、夏季講習、冬季講習、社保特訓、直前講習の短期講習が開催されている。 授業は主に首都圏の校舎で行われている。四谷学院札幌校首都圏に14校舎、仙台に1校舎、札幌に1校舎、関西に4校舎、名古屋に1校舎、広島に1校舎、福岡に2校舎の計24校舎を展開している。ありがとうございます。